2010 FIFA ワールドカップ 2010FIFA ワールドカップグループ A2010FIFA ワールドカップ開幕戦南アフリカ対メキシコフランス対ウルグアイ 2010FIFA ワールドカップグループ A のリーグ戦は6月11日から6月22日にかけて6試合が行われるグループ A には南アフリカ共和国メキシコウルグアイフランスの4カ国が入っており 試合の勝敗による勝ち点などで、グループ内での順位が決まり、上位2チームが決勝トーナメントに進出する。グループ A1 位のウルグアイは、グループ B2 位の韓国と6月26日に、グループ A2 位のメキシコは、グループ B1 位のアルゼンチンと6月27日に、それぞれ対戦することになった。開催国の南アフリカは、最終戦に勝利したものの、得失点差により、 メキシコを下回り3位に終わり、大会史上初めて開催国がグループリーグで敗退することとなった。前回大会準優勝のフランスは監督と選手、選手同士のトラブルが相次ぎ、一勝もできずに敗退した。すべて南アフリカ時刻、チーム1部位、チーム2、チーム1部位、チーム2、チーム1部位、チーム2、チーム1部 チームに、チーム一 v チームに、ありがとうございます。